こんにちは、こちら現場のズンダモンです。僕は今バカでかいクラゲの下に来ています。誰か助けてくれ。あそこにあるアイテムは取りたいけど赤いクラゲが邪魔なのだ。とりあえず赤いクラゲだけ倒してしまうのだ。そんなところにいる君は悪いんだからね。まあ僕やべ、全員遅くなったのだ。違うのだ、僕は何もやってないのだ。悪いのは僕を生み出したこの機械なのだ。ズンコはどうなってもいいから僕だけは助けてほしいのだ。まあみんなわかってると思うけど、今のは冗談なのだ。東北ジョークってやつなのだ。ズンコには黙っててほしいのだ。365日3食ズンダも私生活はもう嫌なのだ。とりあえずアイテムは回収できたのだ。マイニューギア、一旦祝福に帰るのだ。僕は結構こまめに帰るタイプだから死ぬことはあんまりない。なんかこの先から匂い立つのだ。強者の匂いが。あぶね、焼きずんだ虫になるところだったのだ。バレないように後ろ回り込むのだと思ったけど、普通に弓矢が飛んできてるのだ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。回り込み成功。東北のビッグボスとは僕のことなのだ。っていうかこいつどんだけ視野狭いんだよ。もはや僕をサポートする内通者なのだ。でもお前が僕を焼きずんだ餅にしようとしたことは忘れてないのだ。死ねえ、普通にミスったのだ。でもリカバリーできるのが東北のビッグボスたるゆえんなのだ。甘い、今度死休止教えてやるのだ。君もお宅かい。こちらずんだもん、新型メタルギアを発見。破壊します。タイムアルタ、トリプルアクセル。よし、ずんだ餅は一つでいい。いや、ずんだ餅はもういらない。これからはずんだ餅ではなく人として生きることにするのだ。ボンファイアリットなのだ。何回いるのだ。誰だお前。この先匂い立つな。いや、アンリミテッドブレードワークスぐらい剣刺さってるのだ。このみすぼらしい心象で何ができるのだ。いきなり映画アングル、これは歯ごたえあるボスが期待できるのだ。急に喋りかけるな。今は僕が喋ってるのだ。次喋りかけ。よし、お前を粛清対象とする。もう謝っても遅いのだ。ズンコのところに連れて行って365日さ。いや、めっちゃ変なところから爪生えてるのだ。日常生活でめっちゃ不便そうなのだ。多分電車とかで隣の人すごい迷惑するのだ。あとシャンプーするとき絶対めんどくさいのだ。今度いい感じの美容整形外科教えてあげるから、そこで爪取ってもらうといいの。いや、ジャンプ高すぎんだろ。垂直飛びでカーストが隣世界ならお前が頂点に君臨できるのだ。ていうかこれさすがに落下ダメージで死んでるんじゃない。いや、死んでてくれ。しっかりご存命でございます。なんかいろいろ言ってたけど全く聞いてなかったのだ。素直にごめんなのだ。意味気のあるリットさんっているんですね。僕はずんだの妖精ずんだもん。趣味でアセリトをやってるものだ。対戦よろしくお願いします。そういえば丸くんの攻撃はパリーできるって噂なのだ。絶対嘘だから僕が嘘ということを証明してやるのだ。ちなみにもうすでに 2,30 回は負けてるのだ。認めよう、今はお前が強い。これ歩きでパースのずんだ的にポイント高いのだ。絶対嘘だけどとりあえずパリーしてみるの。ほら、やっぱりできないのだ。できたのだ。でも致命ミスったのだ。シンプルに下手くそなのだ。次はミスらない。ミスは一度までと決めているのだ。これが本物のパリーだ。どうだい、本物の味は。じっくり味わうといい。これが君の最後なのだから。あれからまた幾千もの屍を越えてようやくここまで来たのだ。マルギット、お前は強かったよ。僕の次に。ついにこの時が来てしまったか。僕はもう元の世界に帰らないといけないのだ。また暇な時は東北のことやずんだ餅のことを思い出してほしいのだ。君と過ごした日々、僕は絶対に忘れないのだ。今までありがとう、ジョンソン。誰だお前。あれ、僕は今まで何を。そうだ、マル君を倒さないと。僕は王にならないといけないのだ。切ったね、ティーニー。お邪魔。やっとここまで追い詰めたのだ。魔法ももう使えない。あとは僕が直接手を下すのだ。行くぞマルギット。ズンダの貯蔵は十分か。くそ、往生際の悪い雑種め。いいだろう、僕の全力を持ってお前を地の底まで沈めてやる。やっとここまで追い詰めたのだ。死にすぎて録画データでパソコンの容量パンパンなのだ。しかも 99% カットなのだ。日焼け止めの紫外線カット率ぐらいカットしてるのだ。どんなに一生懸命プレイしても、どんなに一生懸命紫外線を飛ばしても、結局は人間にカットされてしまうのだ。本当に人間は犠牲がないと生を謳歌できない獣でしかないのだ。やっぱり人間は弱くて醜い。早く僕が王になって全人類の魂のずんだ文字化をしないと。魂の救済、これこそ人類の救済なのだ。天草四郎時貞、お前の願いは僕が継承するのだ。ごめん、丸くん。僕は王になるんだ。そのためにお前は邪魔だ。あっちで見ていてくれ。全部僕が救ってやる。っていうかお守り袋ってなんだよ。
丸くんなかなか可愛いもん持っててやっけえ男子だったのだ。それはそれとして、勝利のダンス。丸くんマジで強かったのだ、両ボス。やっぱりエルデンリングは約束された神ゲーなのだ。ボンファイアイットなのだ。でっかいもんがあるのだ、積んだもん。でっかいもん。でかいもんのせいでアイテムが取れない。さながらロミオとジリエット、もしくは織姫と彦星、といったところなのだ。でっかいもんはしまってるのに横に入れる場所があるのだ。こいつら若すぎるのだ。あはは、何回いるのだ。こっちへ来てくれって言ってるけど絶対的なのだ。僕は騙されないぞ。近くで見ると弱そうで案外いいやつっぽいのだ。めっちゃなんとかしてるのだ。やっぱりこいつ絶対的なのだ。なんかもんは通らなくていい抜け道を教えてくれるらしいのだ。お前いいやつなのだ。僕は最初から信じてたのだ。でも抜け道なんてそんなふぬけたこと僕はしないのだ。僕がそんなやつに見えたか。お前、命が危ないのか。死にたくなかったらさっさと門を開けろ。なんか門を開けてくれるらしいのだ。やっぱりあいついいやつなのだ。開門せよ、これより。王の帰還である。本当に開いたのだ。なんか危ないらしいからワンタテで行くのだ。さあ、どっからでも来い。ザー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 。なんもないんかい。やっぱりあいつは嘘つきだったのだ。待たせ、ジュリエット。さあ、このまま織姫も回収してずんだハーレムを気づきやすい。ねえ、急に撃たれたのだ。僕は何もしてないのにひどいのだ。まあ、いつも正面突破じゃつまらないのだ。たまには抜け道を通ってみる。そういう遊び心も忘れたくないと僕は思うのだ。せっかく王の帰還だというのに誰もいないのだ。よし、この国、滅ぼそう。いて、なんだこの鳥畜生。こいつは真剣続けるのだ。ベックソードバードなのだ。RSB なのだ。幸運なことに僕は動物愛ボズンだ協会の会長なのだ。会員は僕一人だけどな。故に、今から3秒以内に逃げるなら殺さないでやるのだ。1、よし。お前を殺す。見るがいいのだ。死に魔術の神髄よ。今日のディナーはチキン。お前のおごりな。ボンファイアイットなのだ。っていうかあの団内の塩ヤバすぎんだろ。絶対強い奴がいるのだ。早く殺してえな。RSB、結構いかついエースがついてるのだ。なんかこの岩場、登れそうなのだ。エルデンリングの自由度、舐めちゃいけないのだ。なんかちょっとでも高いところには登り、普通に見つかったのだ。ちょうどいい、僕の殺戮衝動をここで発散させてもらうのだ。お久しぶりの、インフィニットスラッシュ。アイテムごと落ちろ。次は、君だ。さあ、大空に羽ばたいていけ。フライアウェイ。おい、許可なく僕を見下ろすな。不愉快だ。忍殺。ロバート、おお。どうも、東北隠密部隊隊長のズンダモンです。今日はストームビルジャ、あっつ。また僕を焼きズンダ餅にしたい組織の仕業か。まったく、僕は人気者になりすぎてしまったのだ。出る杭は打たれる、というのは確かにその通りなのだ。しかし、こんな言葉もあるのだ。打っていいのは、打たれる覚悟のあるやつだけだ。よく覚えておくといいのだ。すいません。視聴者さんにお届け物です。ダイナミックアングル地名。臨場感たっぷりでお届けなのだ。着払いでのお届けなのでチャンネル登録と高評価で支払いお願いします。あ、もちろん受け取り拒否は拒否させてもらうのだ。払わないなら次僕たちが会うのは豚箱の中なのだ。君は窃盗罪、僕は詐欺罪で豚箱行きなのだ。豚箱の中でも仲良くしてほしいのだ。ここ絶対やばいのだ。死の匂いがプンプンに置いたってるのだ。お邪魔。暗すぎてよく見えないのだ。こんな時は、来い、松脇。そういえば、僕が歩む道が暗い時はいつも明るく照らしてくれていたね。ああ、ずっと、ずっとそばにいてくれたのか。我が師、導きの。ワトソンチョコ。誰だお前！まず、あの正面のアイテムは 100% 穴なのだ。つまり、どこかに敵が潜んでいる。逆にそいつの後ろからも入り込んでやるのだ。東北の頭脳弾んだ虫とは僕のことなのだ。あれ？僕、またなんかやっちゃいました？まあ、何も心配はないのだ。想定外の事態なんて、僕はすでに想定内。悪い。僕死んだ。やばい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 。なんか壊したのだ。なんか地面もできたのだ。あれ、もしかしてお前。めっちゃ弱いんじゃない？認めよう。今はお前が強い。故に、僕の全力でお前を倒す。つまり魔法で殺す。卑怯とは言うまいな。どれだけお前が強くても。やっぱ怖い。暗闇で大暴れしてるのだ。一人で暴れ回るタイプなのだ。関わりたくないタイプなのだ。あれ？あれ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 ？これってもしかして。あぶね。そっちの攻撃が届くということは、こっちの攻撃も。届く。よく戦った。貴
様を勇者と認める。勝利のダンス、完全勝利から気持ちよくお宝を頂戴するのだ。強奪や略奪は強者の特権なのだ。常に強者たれ。これが動物愛武尊だ協会の鉄の掟なのだ。